じゃあ続いてはですね、こちらです。じゃん。リコールの、別注の、フェイクマーケットアポロキャップになります。こちらですね。まず最初。これですね。これですね。でですね、これは、前回ニューエラーをモチーフにしたクラッキングのやつを使ってたんですけど、今回は、僕が、アポロキャップっていう、もともとはアメリカのこう、軍隊とかに、支給されてるキャップなんですけど、まあ、有名になったきっかけは、まあ、それこそ、アポロキャップの名の通りなんですけど、アポロ、月面着陸のが帰ってきた時に、その時に、被ってもらったのがそのアポロキャップで、それでまあアポロキャップって名前がすごく有名になったんですね。で、一時期昔古着屋さんとかでもそのアポロキャップすごく流行ってて、まあ今はね別にそんなにアポロキャップの名前が聞かなくなったんですけど、それがね久しぶりに被りたいなと思って、作ってもらったのが、こちらになります。で、ベースは、前回作ったものと一緒なんですけど、新しくですね、この、まあ、月桂樹と、あとここのロゴをモチーフにしてるんですけど、このね、刺繍がオリジナルなんですよね。新しく作ってもらって。このね、刺繍が、すごいんですよ。で、ちょっと、店頭に来ていただいたり、まあ、個人的にね、お話しする分には、この、刺繍の秘密はお話しできるんですけど、まあ、なんとなく察していただければ、察することができる方は察することができるかなっていう、この、わかりますかね？これ普通のあれじゃないんですよ。月桂樹じゃないんですよ。こことか。こことか。あ、これもそうですね。こうした方が分かりやすいか。ちょっと、一眼の方にも映しますね。これとか、その通りです。このね、細かいのとかも分かるかな？ここら辺とか。このめっちゃちっちゃいやつとかもそうなんですけど、こうピントが、でそれを、オリジナル刺繍を作ってもらって、で作業で縫い付けてもらったっていうのがこのアポロキャップになります。で、まあ、その名前がさ、フェイクマーケットって言って、中国にまあそういうフェイクのものをいっぱい売ってる、なんて言うんだろうな、通りみたいなのがあるんですけど、そこからデザイナーさん、土井さんっていろんなこうインスピレーションを受けてて、でそれのきっかけで作ったのがこの以前のクラッキングとかもそうなんですけど、僕そのシリーズが大好きだったんで、ぜひそこのアイディアを活かしてアポロキャップが作りたいっていうのがので生まれたのがこいつです。はい。でサイズフリーサイズで、で、なんで僕今2個持ってるかっていうと、最初ですね。最初の状態は、内側、これ滑り止めがついてます。ここですね。ピックレザーかな？ピックレザーの滑り止めがついてるんですよ。ここですね。ここに。滑り止めがついてるんですけど、で僕のは、僕、頭でかくて、こっちでも全然普通に、被れてはいたんですけど、もう少し深く被りたくて、このね、内側の滑り止めを外してます。外してるんですよ、こっちは。僕が今被ったのは。だから、フリーサイズなんですけど、滑り止めありのままと滑り止めなしで、外したらもちろん大きくなるんで、自分もしかしたら頭大きくて入らないかもなっていう方は、外します、僕が。はい。
で、逆にそのままが小さい方がいいって方は、この滑り止めありのまま被っていただければいいかな。そこだけ、購入時にお選びいただければな。で、外すって言えばいいんだったら、僕がその場で外します。通販の場合も外します。で、その時にこう気をつけてほしいのが、外さない時は、ここの下の、縫い糸残ってると思うんですけど、こうですね。外さない時は、ここの縫い糸が下残ってるんですけど、外すと、その縫い糸をね、取ることになるんで、ここ今ないの分かると思うんですけど、ここがないですよね、外すと。それだけ、外したいっていう方はご了承いただければなと思います。はい。あとは、後ろですね、金具、まあ、リコールのシグニチャーともいえるピンが、刺さってます。ゴールド、今回すべて、ゴールドのピンが刺さってます。で、被り方も今僕フロントで被ってますけど、こういう風に。まぁ、ちょっと、斜めで被ったりとか、こんな感じですね。斜めで被ってもいいし、後ろとかでもいいと思います。いてててて。こういう風に、後ろで被ってもいいかなと。後ろで被るとこんな感じですね。ちょっとカメラ2個意識しなきゃいけないんで。不器用な感じになりますけど、はい、以上、リコールの、フェイクマーケットアポロキャップでした。あ、で、あとお色、ごめんなさい、これ黒に見えるんですけど、お色味はネイビーになりますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ動画は終わりにしますと。